カーンプルは、インド、ウッタルプラデーシュ州の工業都市である。面積1040平方キロメートル、人口277万人。カーンプルはもともとアワド大主の領土だったが、1801年に、大主サーダとアリー・ハーン2世が、イギリス東インド会社軍の駐留費の代償として、イギリスにこの地を割譲した。 英領時代はカウンポールと呼ばれ、イギリス領となった当時は全くの乾村であったが、1818 18年にマラーター王国最後の最小バージーラーオ2世が、ここで年金受給者として暮らし、その後急速に発展した。1857年のインド大反乱では、その養子ナーナーサーヒブの軍隊がイギリス人を攻撃し、激しい戦いが繰り広げられた。 デリーと比べると気温は少し高い程度でほぼ変わらないが、降水量が多い。特に7月は大雨になりやすい時期である。ガンジス川の周運と五感線鉄道により、農畜産物、工業製品の取引が盛ん。首都デリーとは、鉄道で非常に良好に連絡されている。インドの五大財閥の一つに数えられる、スインガーニア家の本拠であり、綿工業を主体に。 羊毛、重度の繊維工業や、ウッタルプラデーシュ州に多い砂糖機ビによる、製糖、比較工業などがあり、近年は、化学製品、機械工業も起こっている。インドの国立教育、研究機関も多く、インド工科大学カンプル校は、インドの大学中でも長男館で、まさにインドの若き頭脳が集う大学である。農業関係では、インド国立マメ類研究所があり、 ヒヨコ豆、きマメ等インドの使用豆化作物の栽培試験、育種が行われている。ありがとうございます。